ヘイヨー、ケンツメシです。はい、皆さん、しばらく動画お休みしてて、昨日上げて今日になるんですけど、ちょっとですね、ケンツメシ胃腸炎になっておりまして、で、まぁ、今もちょっと病み上がりで、まぁ、普通にお腹痛かったりとか、トイレの回数が多かったりするんで、ちょっとね、あんまりこう、フルパワーではないんですが、まぁ、動画ね、撮って出せるっていう感じではあるので、撮ってこうかなと思います。で、今ですね、ローカル2位の、グロ77でやってますと。で、クロスボウでやってます、デッキは。ゴルとかもいろいろ試してるんですけど、しばらくはクロスボウでガガガってて、これはちょっとね、鏡バトル、リア友とやって、面白いなと思ってね。クロスでやってて、まあ、引き分け多かったり、勝ちとかも結構あるんですが、まあ、バーってやってて、うん。まあ、普通に強いっすよね、高回転クロスっていうのがやっぱり。で、見せたいリプレイがあって、今日、アリーナ前のエリポンが、強いみたいな、タイトルだと思うんですけど、それもしっかり見せるんですが、みんなね、やっぱね、リプレイ解説よりも潜ってほしいって意見があったんで、一戦だけ潜ろうと思います。まあ別に今潜ったところで、ローカル順位が上がるとかじゃないんですけど、まあ別にシーズン中盤なんで、どうでもいいんで、ランキングとか、スコアは。なんで潜っていこうかなと思います。今シーズンね、あと17日にあるんで、まあ展開出そうですよね。ガンガン。多分ね、展開200人できると思うんですよ、グローバルで。なんで、グローバルフィニッシュできれば、まあ展開いけてるってことになるんで、かなりね、チャンスがあるんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ試してみてください。迫撃カンストとかのデッキでもね、グローバル全然いるんで、ノーマルカンストしてる人とかは全然狙ってみてください。さあ、ここでラバ。終わりましたね。これきついなぁ。相性一番最悪なものを引いてしまいました。ラバハンドに対してどうすればいいんですかみたいな、コメントがいっぱいあったんですけど、ラババルは、もう捨てるしかないですね。これは、どうやっても勝てないので、これはもう捨ててください。はい。なんで、まあ、動画の尺的に、変なの撮るのもいけないんで、これはってもう一戦いきます。ラババルはですね、きついですね。まあ、ラババルじゃなくても、ラバだったらきついです。アーチャーしか対空がいなくて、自分いつも、対空じゃねえわ、ファイボンところをテスラにした、クロステスラもあるんですけど、まあ、ラババル引いた場合は、本当に勝てないですね、まず。理論上無理なんで、アーチャー出してアーチャー潰されて受けるユニットがなくて、対空で押し切られるっていう風になるので、こういうのはもうしゃあないです。割り切っていきます。で、改めてもう一戦いきます。まあ、勝てないですよね、普通に考えて。それはしゃあないです。なんで、クロスとか使う時の注意点は、まあ、対空の方に、対空対策をしてメガゴ入れたりとか、メガゴとアーチャー入れたりとか、インフェ入れたりとか、テストやりたりしてもいいんですけど、自分はもう対空は完全です。お、セイントベリキンだ。よろしく。この人うまい人ですよ。昨日クラン内にいた人で、なんかすげえね、ユニークなデッキ使うんで、昨日ババのね、ババフリーズみたいなやべえデッキ使ってたんで、そういうデッキかなとも思います。さあ、ポンポいってきました。だとすると、ヤンキーデッキってことはなかなか読みづらいんで、手が。とりあえず、アンホリとかを警戒しておきましょうか。普通の三重子っていう説があるね。さあ、しっかりとアーチャーとか伝命して、ポンプ。ザップが強いけど、ナイトが2発ぐらい入るんだっけでしょ。で、次相手ポンプ置いてくるんで、ここでクロス6個になって、相手がポンプ置いた瞬間に置きたい。これですね。これやると、まあ、ユーノとか、まあ、ガゴミは出せないんで、まあ、こっからのなんかですよね。で、一応ファイボセット。小城ババかな ?OK。ってことは、突進入れちゃうんですが、あ、入んなかった。ラッキー。で、こうザップってくるんで。あー、でもこれきついな。ちょっと今の過剰防衛しすぎたか。まあでも、ポンプは同じぐらいなので、ここは、守って、すぐポンプ行きましょう。あー、今のところ過剰に守りすぎましたね。そうか、
コショババプラスザップが強いですよね。これはちょっと一旦待ちたいかな。か、ここの、クロスで。そこでファイアボール打って、ザップしますね。まあでも、相手動きに無駄がないよね、本当に。で、すぐポンプっす。相手はメインウェポンが三重子なんで、すぐポンプ立てればOKみたいな感じです。これ、クロスで、あのポンプ削りに行きたいですね。でも相手も何かやってくるんで、よいしょ。アイスピ出して、しっかりと受けてあげて、ポンプ。まあ、この繰り返しっすよね、正直。で、三重子出てくると思うんで、ちょっと一旦防衛から組み立てて、よいしょ。ラッキーだね、これは。穴掘りが、クロスに限ったので、非常にやりやすいと。まあ、これ引き分け濃厚かな。ここまでポンプの立て合いになっちゃうと。引き分けが濃厚ですね。ウッド使いたいけどな。どうした？ウッド。来るんで。で、ここで、大事なのは、ファイブを使わないことですね。で、これで一旦こっちのターンになるので、相手が三重子展開してきたときに、ファイアボールで削りを入れます。で、一体の方に対して、しっかりと防衛をしていきます。アイスピで止めて、ナイトで止めて、で、ここでファイアボールかな。相手攻めに使ってくる。ここでザップが来る。しっかりと防衛して、ウッドを転がしてあげる。これでガゴしか入んない。で、すぐさま防衛。で、クルとシャリ逆サイが三重子なんで、そうですよね。ファイブってまあ引き分けかな、これは。あー、これあれだな。もう、マルチ3連戦にしますわ。尺的に。そういうこと。やばい。これは三重子だ。例えば。マスケね。マスケが食べる。マルチ3連戦します。はい。ナイスゲーム。あと1戦いくか、じゃあ。で、まあ、実質トロ戻すことになる。これみかんさん勝ったかな？今ね、ライブリーの、お、勝ってる。みかんさん勝ってるな。今ね、ライブリー、昔のライブリーのメンツ集めてやってるんですよね。みんないます、ほぼ。あと、海外勢入ってるかな。よし、あと1戦行きましょう。よいしょ。まあ、クロス大事なのは、予測と、勝ちに行かないことですね。負けなかったらマルチってトロフィー下がんないんで、しっかりとこう、引き分けにするってところも、見極めが大事ですね。1分入るまでじゃないわ。3分と延長1分なんで、フレバトルールと違って、延長タイムが3分じゃなくて1分なので、引き分けにしやすいっていうか、逃げ切りやすいんですね。なんで、クロスボウとか、迫撃砲っていうああいう、戦術は強いし、マルチの枯渇とかは特に強いです。ロケットガンガン撃てるんで。さあよろしく。ちょっとトロフィーが低い人しか当たんないですね。自分が5500ちょいなんで、100下ってことは、あんまり大したトロフィーもらえないですね。ポンプ置いて、防衛。うーわ、これ。だってさ、ここのさ、ここのラインのさ、この真ん中のラインあるじゃん。で、相手こっちから来てさ、ここにポンって出るってどういうことってなるよね。疑惑の判定。これどうしようかな。ウッドか、これ、三重子っぽいな。この人も三重子っぽいっすね。なんで、で、ガゴムレ系かな、ファイブ。はいはいはい。あー、漏れた。チキショー、ガゴムレが広がった。あー、漏れた。チキショー。今のガゴムレの広がりなぁ、ちょっとなぁ。まあでも、あの速度で打たんときついんで、これはポンポ置いた瞬間なんか効くかなぁ。まあ三重子ですよね。ちょっとポンポ置いてから。右の2体をナイフで受けて、左のマスケを無視で、ポンポン守ることを優先します。と思ったら、若干きつい、きつい。とりあえず守んないと楽しみにならない。
になんない話になんないね、これは。あー、終わったな、サイクルが終わったな。いやー、あそこのガゴムレのとこのファイボスね、あそこでだいたい1個折れるんで、ちょっと渋いね。この次に一戦行って終わるか。これでオートロ抜かれるのがマジできついんですよね。マジか。ちょっとしんどいな。ダメ取り来て。ファイボー。あー、これでもあいつ絶対守ってくるもんな。これ出すけど、ゆっくり転がしてファイヤーボール。まあそうなるでしょうね。そしてこっち側のキングがやばいのは知ってるんだけど、知ってるけど何もできないんで、ファイボールゴブリン、キングやべえな。でもしゃあねえよ。これはもうしゃあねえっすね。いやー仕方ない。負けた、普通に。ガゴメンとかのファイブを打ち逃したのマジでしんどいな。マイナス40。まあみんないいんじゃない、こういうのもなかなか響きがないでしょ。よし、いっか。次でラストして、まあ、ささっと。トロ戻しておしまいかな。やっぱダメっすね、意味ない敵にマルチ行くのは。これが、中盤なんでいいんですけど、展開リーチって時とかにこうなるとしんどいんですよね。いやー、なかなか動画中に絶好調のところを見せるのは難しいっすね。まあ、今なんだ、勝ち負け、じゃあ負け引き分け負けか。じゃあ次勝たんですね。高回転クロス強いですけどね、普通に。なかなか動画でこう、潜りながら。お、5637。これはオートラなんで、センサーですが、これオートラなんで、これ勝てば、40ちょい登ってきますね。ポンポいて、これジャイってことは、ジャイテスラの、ポイズアップのやつですね。焼き鳥さんが流行らせたんですよ、ジャイダクネクの、穴掘りポイズアップのなんかよくわかんないデッキを。流行らせたんで、そうなんですよね。で、これって、防衛クロス立てれないんで、ポイズン来ちゃうんで。オッケー。こんな感じでナイト20にしてあげて守ります。テスラなんで、ここ。ポンプすっごい効くかな。いいと思う。使うもんね、これ、エリクサー相手。オッケー。ただ、ここで穴掘り来るのがマジでめんどくせえ。あいつザップなんで、ゴブリン出して OK です。おらおらおら。んで、この、ポンプに対して穴掘りは、まあ、守らなくていい気がするんだよな。どうせ、ポイズンかけてくる気がするんで。で、これ相手今テスラしかないんですよ。なんで、テスラしかないんで、アイスキー出してあげて、ナイト。間に合う。OK。で、ダクネクが来るかな。お、エリクサーないか。穴掘り。じゃあ、これで処理して、来たとしてもゴブリンだけど、アーチャーがいるんで仕事すると。オッケーオッケー。まあ、これがデッキバレの辛さっすよね。おっと、ザップいいザップですね。ポンポ置いて、ジャイ来るんで、まあ、でもこっちかな。で、ジャイ来たとしても、ゴブがしばらく仕事するし、相手エリクサーないはずなんで、防衛クロスから一回組み立てます。で、もう最悪ファイボで削りいけばいいんで。さあ、来い。なるほど。アイスピーぐらい飛ばしとくか。で、タワーにダメージゲットつつ、ファイヤーボールで削っていく。で、ローリングッド転がして、ダクネクだけ前に持ってきて、処理して、アイスピー受けると。で、あとこれの繰り返しかな。アイスピ飛ばして、ローリングとかで、
ダメージ与えに行って。おーっと、ゴブリンが仕事するよ。いいよ。あとこれ守るだけっすね。ファイアボー打って、ローリングッドで、ダークネクを、おびき出して、まあ、ゴブリン出して、おっと、ローリングウッディで、ダダダンと、守ってあげて、あはは、これオートルもらったでしょ。これもらったで。これマジもらったから。うわぁ、41押し。今の戻ってきた感じだね。で、5543。オッケーオッケー。まあこんな感じでね、いつも楽しくマルチやってるんで、まあ、この動画外で、あと一勝して戻しとこうかな。みかんさんが午後昨日の言ってる。どうする？今15分の動画なんで、まああと一戦行ってもいいんですけど、見ますか？まあそうしようか。せっかくなんで行こうか。どうせ動画外で行くんで。いつも動画作って、アップロードする待ち時間にマルチやってるんで、実質その動画作って、まあ、だから、その、このマルチってところでもう一回行くんですけどね。動画作った後に。お、サンライト。さっきみかんさんが当たってたんで、多分クロスボウですね、相手。クロス同士なんで、ポンポクタイミングが難しい。まずアイスピさばいていいかな。アイスピさばいて、うん、オッケー。で、ポンプ立てて、で、ナイトで受ける。これ絶対クロスくる。ロケットからパターン。じゃあ、防衛クロスから組み立てていきたいんですけど、まあ、正直な話ですよ。正直な話、クロス同士は本当に沼試合なんで、引き分け安牌かなって気がします。で、アーチャースパ。アーチャースパして、これどうすっかな、相手。あ、なるほど、相手だから。じゃあ、ここでナイト捌くと逆線にクロスが来る可能性があるんで、まあ、理想はですけど、おっと、いきなり相手。OK から、もうクロスって読み切ったんかな。ファイブ打って、ファイブ打ってポンって。で、これで穴掘り回ってないの、まだ多分。回ってないよね。で、これで回ったかな。じゃあ穴掘りじゃねえか、ロケット。これは間に合うか。うん。みたいな感じで、こう、ズレ作ってやっていけば、ポンプが1個プンって吸収して、ロケット打つんで1アドが取れるんですよ。それを繰り返すとかだな。で、これ相手多分インフェなんで、で、今ロケット打ったんで、多分これでインフは潰れるでしょ。ああ、なるほど。これをファイブして。ちょっと前か。うえ、エレキ当たんねえ。今のは渋いな。このエレキに対してアイスピが遅れると。今のファイブ当たってたら、数発当たってたんでね、クロスが。マジか、今の渋いな。もうちょっとエレキ前来ると思ったんだけどな。もったいね。普通にもったいねえわ。はいはい、来た。アイスピ置いて、これはもうきついんで、こんな感じで組み立てるかな。大体ロケット削り、しびれ切らしてしてくることがあるんですが、これは、なるほど。ファイヤーボール、これ当たってるクロスで、当たってる。で、多分ロケット削りか、もう一回クロスなんですよね、ここで。なんで、これを繰り返すしかないかなって感じがある。これを繰り返す感じしかないかなみたいなところは正直ある。正直ね。ボガーン。結局あれっすからね。結局、クロス同士はそんな感じなんで、ちょっとマジ喋れねえ。ごめんなさい。クロス使ってるとめっちゃ神経使うんですよ。先にクロスのタゲを取らせずに、みたいな、そういう駆け引きが行われるんで。これファイヤーボール打って、あれ、それでメガボール打って、あー、つけなかった。まあ、いっか。頼む。あー、危ねえ、間に合った。だけどこれエリクサーやべえ。置かれるな、クロス。置かれますね。やばいよ。非常にやばいよ。引き分けにしたい、俺は。引き分けにしたい。引き分けにしたいんだ。ここを防げば引き分けにできるんだから。次回、剣詰めししっす。
あぶねー、引き分け。ほほほんですわ。そう、こんな感じ。あぶねー。クロス相手のクロスの受け方は、防衛クロスです。はい。いやー、楽しいね。まあ、こんな感じで、やってます。あー、ちくしょう。まあ、勝ち筋ってなんだろうな。インフィある人相手。もうなかった。あー、これの勝ち筋はやっぱさっきのメガゴエレキンとかファイブ打って、メガゴエレキンとかファイブ打って、で、メガゴ、クロスといてメガゴ来て、そこに、うん、違う、クロスといてメガ、来たメガゴってタワーの攻撃届かないんですよ。けど、メガゴの奥にファイブ当てて、手前にノックバックさせると、タワーの攻撃届くんで、そこの位置狙いつつ、エレキにファイブ当てると、エレキはそのクロスのダメージちょっとで死ぬんで、一気にまあ、多分1500ぐらい削れてたよな、クロスで。なんでそっから、あとはもうできるの相手、アイゴルとかアイスピとかゴブしかないんで、そこで延命しつつワンチャン狙って、勝ち逃げって感じですかね。多分そんな感じかなと思います。三重詩はですね、まあ、完全にバタついたかなって感じなんだけど、ガゴブレンの中のファイブをもうちょっとしっかり決めてれるといい感じですね。やっぱガゴが残ってしまったのが、まあ、痛かったのかなと思います。さあ、そんな感じで。まあね、ラババルを引いてしまうっていう、あれもありつつだったんですが、まあね、ちょっと長めなんですが、まあ、久しぶりの動画なのでいいかなと思います。では皆さん、飯食べてきまーす。